日本経済の悪影響を最小限にすべく、先手先手で官民が協力して対応を行っていきたいと存じます。官民意見交換会には、トヨタ、日立製作所など、メーカーや商社、銀行など、イギリスに進出している大手企業14社と経団連など3つの団体の幹部が出席しました。 経産省側が今後想定されるイギリスの動きを説明しその後民間企業から円高による事業環境の悪化やこれまでの自由貿易の流れが停滞することへの懸念の声が相次ぎました経産省の担当者はまず情報をしっかりと官民で共有し必要な対策を進めるとしています